ヤンバルクイナネオパーク沖縄は沖縄県名護市にある名護市立の動植物公園。1992年12月1日に開園。管理、運営は指定管理者制度により名護市全動植物公園株式会社が行っている。園内にある広大なフライングケージでは鳥類が放し飼いにて飼育されており、ケージ内を自由に飛び回る姿は亜熱帯気候の開放感さながらである。 1998年にヤンバルクイナの人口負荷に世界で初めて成功した。またヤンバルクイナの保護個体の長期飼育に成功しており、環境省の保護増殖事業における飼育か繁殖施設にも指定されている。国内外を問わず希少動物種を集めて展示している施設。施設内の池にはアマゾン川に生息する。 世界最大級の淡水魚ピラルクーが飼育されており、餌やり体験をすることができる。また、国内の動物園施設としては、唯一、ヤンバルクイナが公開展示されている。2005年4月16日に園内を一周する沖縄軽便鉄道が開業した。大正期から沖縄本島で営業していたものの、 1945年の沖縄戦で路線が破壊され戦後も再建されなかった沖縄県営鉄道を再現し20分かけて園内のスポットを停車しながら運転士が動植物の解説を行う。機関車は軽便鉄道の1号車であったドイツヘンシェル車製 B1 型タンク機関車と国鉄 D51 系蒸気機関車の2種類がある。なお、 いずれも蒸気機関車をモデルにしているが、電気機関車である。発着所はかつて県営鉄道カデナ線を北部に延伸する構想で、名護にも駅を設置する計画があったことを受けて、名護駅と命名されており、県営鉄道やその他の鉄道に関する展示が併設されている。折尾光森琉球山亀など、日本動物園水族環境界が規定する、国内で 初めて繁殖に成功した飼育動物に表彰される繁殖賞の自称動物種は以下のものが挙げられる。名護市全道植物公園の設置及び管理に関する条例。ありがとうございます。